はい、それでは新型コロナウイルス感染警戒レベルについて、全県および長野県域の引き上げに関する知事会見を始めます。はじめに知事から発言があります。はい、土曜日の夜間にお集まりいただきまして、大変恐縮であります。私の方から新型コロナウイルスの感染警戒レベルの引き上げについてお知らせをいたしたいというふうに思います。じゃあ次をお願いします。本日、長野県全域をレベル2に感染警戒レベル引き上げさせていただき、新型コロナウイルス注意報を発出をいたします。松本、長野北信はすでにそれぞれレベル上げしていますが、その他のすべての県域、レベル2まで引き上げをいたします。加えて長野県域につきましては現在レベル3でありますけれども、レベル4に引き上げさせていただいて、新型コロナウイルス特別警報を発出をさせていただきます。次お願いします。近郊等の状況でありますけれども、1週間の新規感染者の確認数と、それから人口10万人あたりの新規感染者数であります。先般、感染警戒レベルについては、見直しをさせていただいたところでありますけれども、新しい感染警戒レベルが県域ごとで、レベル4が県域ごとの10万人あたりの新規感染者数が12以上という形になっています。そういう観点で長野県議についてはこの基準に該当しているということであります。でそれに加えて、クラスターあるいは感染経路不明の事例等もあるということで、専門家懇談会の皆様方のご意見も聴取をさせていただいた上で、長野県域についてはレベル4に引き上げをさせていただきます。また全県につきましては、長野県全体の直近1週間の新規感染者数、昨日までで91名ということであります。そうした中で、県内、上伊那と南信州は、ゼロでありますけれども、10県域中8県域で、この1週間のうちに新規感染者の確認があったという状況を踏まえて、全県レベル2に引き上げさせていただき、注意報を発出して、県民の皆様方に注意を促していきたいというふうに考えております。そういう意味で、松本すでに、注意報を発令しておりましたけれども、長野県域については、特別警報、そして北信県域については、警報、他の地域については、注意報という形になります。次お願いします。長野県域における対策についてありますけれども、まずはクラスター対策のさらなる徹底ということで、長野県域の場合は、この下にも書いてございますように、保健所を、本県内で、唯一、保健所設置市であります長野市と我々で、まず連携して対応していかなければいけないというふうに考えております。そういう中で、クラスター対策チーム、機動的に派遣をさせていただくほか、入院、入所についても、円滑に進むように取り組んでいきたいと考えております。それから2点目でありますけれども、感染拡大予防ガイドラインの遵守を徹底をしていきたいというふうに考えています。これについては、これをお配りしてるのかな、資料。はい、長野市と連携しているとそこの2ページの丸に書いてありますが、ここの部分については長野市だけではなくて
関係市町村すべての皆さんとも連携して、また経済団体の皆さんのご協力も得ながら、このガイドラインの遵守の徹底を図っていきたいというふうに考えております。その上で、ガイドライン遵守をしていない、接待を伴う飲食店等については、利用を控えていただくように、要請をしたいということで、このことについては特措法24条9項に基づく要請ということで対応をしてまいります。それから保健所設置市であります長野市と県とで連携をしながら対策を強化していかなければいけないというふうに考えております。専門家のご意見もお伺いをしながら、 PCR 等検査の積極的な実施、あるいは積極的疫学調査の体制強化、こうしたことについて長野市あるいは長野市保健所と連携をしながら対応してまいりたいというふうに考えております。次お願いします。県民の様というのをお願いでありますけれども、現在全県に注意報発出をいたしますけれども、徹底的な感染防止対策しっかりお願いをしていきたいというふうに思います。その一方で、社会経済活動については、行っていただき、過度の活動自粛等を行うことのないように、基本的対策の徹底をお願いしたいというふうに思います。それから、市町村と連携して、さまざまな対策を取り組んでまいりますので、ぜひ住民、県民の皆様にはご協力をお願いをしたいと思います。そして差別的な取り扱い、誹謗中傷、こうしたことが患者あるいはご家族、医療機関、介護機関の従事者、こうした方に対して行われることがないようにお願いをいたしたいというふうに考えております。全体的には報道によりますと、本日も全国では1日あたりの感染者数最多を更新という状況であります。本県でもここしばらくの間で新しい感染者数が急激に増加をしているという状況でありますので、我々としてはまずは医療機関そして市町村とも連携をしながら、県民の皆様方の命と健康を守るための取り組みしっかり行っていきたいというふうに考えております。その反面で、回復基調にあります、社会経済活動を、ぜひ維持していくという観点からも、県民の皆様、そして事業者の皆様方には、行政の取り組みにご協力いただくと同時にですね、基本的な感染防止対策の徹底、あるいは事業者の皆様方には、ガイドラインの遵守、そしてご利用されるお客様には、各店舗、事業者の皆様方が取り組まれている対策に、ぜひご協力をいただきたいというふうに考えております。現時点での感染者の状況については、本日の17時時点で、療養者数、102名という状況であります。重症の方はいらっしゃいません。中等症の方が5名、他の皆様方は、軽症無症状という状況で、ございます。しかしながら感染者の中には、ご高齢の方も含まれるというような状況も見られておりますので、ぜひこの局面、さらなる感染防止につながることがないようにですね、県民の皆様方、お一人お一人のご協力をいただきたいというふうに考えております。私の方からは以上でございます。よろしくお願いいたします。はい、それではただいまの知事の発言に関しまして、ご質問をお受けします。ご質問終わりの方は社名とお名前をおっしゃってからご質問をお願いします。それではご質問終わりの方は挙手をお願いします。ご質問よろしいですか。はい、窓が後ろの方。信濃毎日新聞の木田です。今日のこの会見の資料を見ると北信でも直近週間で16人となっていて、検疫の警戒レベル引き上げ基準の4の16人、あ、あ、そうか、
これは入んないのか。ごめんなさい、ごめんなさい、今の大丈夫です、すみません。あとこの飲食接待を伴う飲食店なんですけども、この遵守しているかどうかっていうのは、その県の、対策宣言 の、 あのステッカーが貼ってあるかどうかっていうことを確認して、県民は利用すればいいんでしょうか、それともそれがなくても店独自のやつが掲示されていれば利用してもいいということでしょうか。そうですね、新型コロナウイルス対策宣言、あるいはあの、長野市においてもあの独自の取り組みをされているというふうに承知していますけれども、ここに記載しておりますように、そうしたものも参考に、ぜひ活用いただきたいというふうに思っております。ただ実際に、店舗がどういう対策を取られているかということについては、ぜひご自分でも、しっかりご確認をいただいた上で、なんていうか利用を控えるという、行動を行っていただきたいと、対策を取られていないところはですね、控えるというような対応を行っていただきたいというふうに思っています。はい、で直近で、この全国の増加傾向に合わせて寒くなってきたのにつれて、県内でも増加していると思うんですけども、直近の傾向としてその感染拡大の原因、いろいろ飲食店での会食だのあるだと思うんですけども、傾向としてどういった感染拡大の経路が多いと今分析されているか教えてください。そうですね、これはまずデータ的に申し上げれば、先日もお伝えをさせていただいたように、この直近週間の、感染経路で見ますと、まず県外に行かれている、あるいは県外の方と交流があるというような方で、県外由来ではないかというふうに思われる方が、これ昨日時点の感染者数91名中7名という状況です。でまた職場内そして家庭内での感染ということも多く見られておりますし、また長野市の保健所からも呼びかけておりますが、飲食店のご利用での、お客様の中からの感染ということもあります。これ全県レベルでの直近週間で、想定されている、考えられる感染経路で最も多いのは職場、同じ事業所で働いている方同士の感染でありまして、その次がご家庭内での感染という状況になっておりますので、そういう意味では先ほど接待を伴う飲食店でガイドラインの遵守がされていないようなお店の利用は控えていただくということと、あと職場内においてもぜひ感染防止対策をしっかり講じていただきたいというふうに思います。皆様方にお配りしている資料の4ページ5ページの方に感染防止のお願いということで記載をさせていただいております。丸1につきましては、新たな日常の進めに沿った行動をお願いしたいということであります。この点については、手洗い、マスクの着用等の徹底であったり、3密の回避ということでありますけれども、店舗等を利用される場合にも、マスクの着用等、店舗の感染防止対策に、ぜひご協力いただきたいというふうに思っておりますし、先ほど申し上げたように、他地域との往来にあたっては、我々は感染者の数によって、注意喚起をさせていただいておりますけれども、ぜひそうしたものも参考にしていただきながら、多数感染者が発生しているような地域に行かれる場合には、慎重な行動をお願いしたいと思っております。また
発熱等の症状がある場合には、保健所等に電話でできるだけ早くご相談いただきたいと思いますし、5ページ目の方の ④ でありますが、今申し上げたように、事業所内での感染事例というものも大変多くなっておりますので、ぜひ事業所での対策、そして従業員同士の方たち、お客様との関係は比較的さまざま気をつけていただくケースが多いと、気をつけていただいている事業所が多いというふうに思いますけれども、従業員同士がいわゆるバックヤード等でですね、休憩をされるといったようなことで、例えば一緒に食事をされるというような機会もあると思いますけれども、そういう時にどうしても気が緩みがちでありますので、ぜひそうした点も含めて、ぜひ気をつけていただきたいというふうに考えております。はい。で全国的に市中感染が発生している地域もあると思うんですけども、今の県内の状況を見るとこの市中感染をしているあるいはそういった兆しがあるかどうかという点については知事としてはどのように見てますか？そうですね、市中感染があるかどうかってこれも必ずしも定義があるわけではありませんけれども、先ほど申し上げたように、本県の中でも感染経路不明の事例というものも出てきておりますので、そういう意味ではやはり、全県的に注意をしっかりしていただいて、基本的な感染防止対策を取っていただきたいというふうに考えています。でも一番最初の質問でちょっと整理つきましたのでお伺いしたいんですけども、北信でここ直近で1週間16人ということで、北信県域は人口が10万人以下ということで、警戒レベルの基準に照らすと、感染者16人以上のレベル4に当てはまるんじゃないかと思うんですけども、ここがレベル3にとどまる理由を教えてください。はい、ご指摘の通り、感染警戒レベルの引き上げ基準は10万人あたり 10.0 で、10万人以下の県域、北信県域もそれに該当しますけれども、感染者16人以上ということで、数字的には満たしている状況であります。ただこの感染警戒レベル要件2つありまして、この直近週間の新規感染者数に加えて、そのリスクが高い事例が発生しているというようなことで、さらに感染が拡大していく恐れがあるという要件もあります。もちろん北信の状況も我々しっかり注視していかなければいけませんけれども、直ちにこの北信県域で、さらに上位のレベルに向けての感染が増加していくというような状況だというふうには今日の時点では判断しておりませんので、そういう意味で北信県域については現状維持という形にさせていただいています。わかりました、ありがとうございます。はい、他にございますか？はい、窓側真ん中の方。読売新聞の田上と申します。よろしくお願いいたします。今回、ガイドラインを守っていない接待を伴う飲食店が、利用を控えるようにということですけれども、この接待を伴う飲食店が選ばれているというのは、現状でここで感染者がかなり出ているという認識があるのか、それともこういう、業態なので、ひとたび感染者が出た場合にクラスターなど、感染が広がる懸念があるから、選んでいるのか、どのような捉え方をすればよろしいでしょうか？そうですね、こうした接待を伴う飲食店という、業態が一つは一般的に感染拡大のリスクが高い店舗だということはございます。で加えて県内においても、こうした飲食店、接待を伴う飲食店等によるおける発生事例があるということであります。ただ先ほどから申し上げておりますように、接待を伴う飲食店がすべていけないということを申し上げているわけではなくて、ガイドラインの遵守を我々としては徹底をしていきますし、そういう対応が取られていない店舗の利用については控えていただきたいということであります。
ありがとうございます。すみません、最後1点確認でお願いします。全県がレベル2で、現状では経済活動との両立を図る段階だということなんですけれども、これは、レベル4の、長野県域についても、社会経済活動との感染防止対策を両立する段階というふうに言ってしまってよろしいでしょうか。はい、レベル4についてはまあ、感染警戒レベル2の地域に比べては引き上げてはいますけれども、私どもとしてはまだ例えば外出自粛とかですね、あるいは、休業要請とかそうしたものを行う段階ではないというふうに考えておりますので、そういう意味で社会経済活動との両立はこのレベル4の県域においても図っていただく必要がある、そうした状況であるという認識であります。ありがとうございます。他にございますか。はい、まだが一番後ろの方。時事通信の柴です。よろしくお願いします。具体的な対策として、長野県域における県の対策強化というところで丸3番の、長野市と連携して対策を強化すると、これはPCR 検査などこの一定の地域で重点的に行うなど具体的に考えられていることありましたら教えてください。そうですね、ここに記載しておりますように、長野県、77市町村ございますけれども、現時点では長野市だけが保健所設置しと、しばらくすると松本市も保健所設置になりますけれども、そういう意味で実はその検査等については、長野市の保健所あるいは長野市の権限になりますので、そういう観点で私どもこれ、県の対策本部としてのペーパーでありますので、こうした表現で長野市と連携して取り組みますという形で記載をさせていただいています。で、今後の具体的な対策については本日も加藤市長とも直接いろいろお話をさせて、今後の連携協力確認させていただきましたけれども、長野市あるいは長野市保健所と一緒になって対応の具体化を図っていきたいというふうに考えています。ありがとうございます。どうぞ。すいません、ちょっと話が変わるんですけれども、先ほどこれまでの感染者の中にその県外に行かれた方がいらっしゃるという発言もありましたけれども、政府が進める GoTo トラベルにつきまして現時点で制限をかける段階に来ているのかどうなのか知事のお考えを教えていただけますでしょうか。はい、そうですね、ちょっと、全国他県の状況ではなくて本県の状況で申し上げれば、先ほど申し上げましたように社会経済活動については行っていただいて感染防止と両立を図る段階というふうに考えておりますので、そういう意味で GoTo トラベルあるいは GoTo イート、こうしたものについては引き続き行っていただくということが必要だというふうに思っています。もちろん今後の感染状況について我々もしっかり注視をしながらですね、その状況に応じて必要な対策を講じますし、また国に対しても必要な要請を行っていきたいと考えています。はい、他にございますか。よろしいですか。ご質問なければ会見終了しますが、はい、では以上で会見終了します。ありがとうございました。どうもありがとうございました。